立憲民主党のマドンナ的存在と言われる石垣のりこ参院議員46と森友学園問題の追及で知られる著述家菅野保氏46の不倫騒動が発覚した。2人は石垣のりこ議員の元夫から損害賠償請求訴訟を起こされている。5月17日月曜日発売の週刊ポストが報じる元夫が起こした裁判の訴状などによれば、石垣議員は元夫と2014年に離婚したが、2016年からは再び同居を開始していたという。その後2018年12月頃から石垣議員と菅野氏は不貞関係を結ぶようになったと主張している。取材に対し石垣氏は代理人弁護士を通じて菅野氏との交際及び交際時期について、ご指摘の時期については私人であり回答する自由がありませんなどと回答した。